Stop it. Get some help. なんだかいろいろあったな。気分転換にリーウェイ港にでも行ってみようぜ。世界、そうっすね。まあ、世界任務はなんだシステムなんで、多分ボイスついてないんですよね。まあついてないんですけど、まあせっかくなんでね、なんかたくさんの方見てくださってるので、もし勝利が出んのか出ねえ、あ、勝利がいたじゃねえか。すげえ、8000人の方が見てくださってると、はい。まあ一応ね、その所属事務所と公式さんには許可の方はいただいているので、やるか。ああ、お前たちか。おいらたち、お前に聞きたいことがあるんだけど。すまないが、少し待っていてはくれないか。今、手が離せない状況でな。何かあったのか。すごいスピードだな。こちらの方は勝利さんのご友人でしょうか。よくあなたを探しにこちらへ来ているようですが。ああ、互いによく知る友人だ。ちょっと全部やってると時間かかりそう。宝石を譲っていただけないかお願いしています。宝石を何に使うんだ。なかなか値が張るものなんです。あの物語だね。いい物語でしょう。実は勝利さんからもよく講談を褒めていただけるんです。勝利さんは見識が広く、なんたらかんたら。それに、ああなるほど、魅力ながらお役に立てて何よりだ。はは、いつも妄想を膨らませていただいております。ははは、以前私はこのようなことを勝利さんに言いました。素晴らしい構成でしょうと。そうすると勝利さんは、物語はいいが細部が少し異なる、他のものも考察しているように、ガンオテイ君は彫刻の腕がさほど高くなかった、あまり美しいものは惚れなかっただろうとおっしゃったんです。風情に欠けるとそう思いませんか。なるほど。すげえ言われようだな。どうして不全はないのでしょう。伝殿の言葉は確かに一理ある。このことは心に留め、しかと反省しよう。しかし伝殿の物語はいつも躍動感にあふれたものだ。俺はただ伝殿の参考になるようにと一般的な見解を述べただけに過ぎない。それに講談師は知的なものが多い。伝殿の眼力をもってすれば、俺のような真摯な聞き手がここを訪れる理由も理解できるだろう。もちろんですとも、勝利さんが私を持っておっしゃってくれたということは重々承知しております。きっと私にリーウェイ校一の講談師になってほしいと思ってるんですよね。全然分かってないと思う。何の関係があるんだよ。二番煎じっていうか、むしろ煎じすぎじゃないか。物語と言ってください。確かに伝殿の物語には何度も繰り返し語られるものがある。だが講談は創作と同じ、作るには時間がかかるものだ。やはり勝利さんは分かっていらっしゃる。大方間違ってはいない。ああ、確かにそうだ。本当に石を譲るのか。
伝殿は講談師の中でも非常に優れたお方だ。それに俺はその忠実な聞き手の一人でもある。もし伝殿の創作に利するのであれば喜んで支援しよう。いいのかよ。しかしこのまま石を渡してしまっては伝殿の話に手抜かりが生じてしまう。考えてみてほしい。ガンオーテイ君はあのジャクダ竜王を本当にその地下に封じたのだろうか。専門家の話によると双眼巨炎の下には洞窟と坑道がいくつもあるらしい。もしもジャクダ竜王がそこに封じられているのならきっと毎日のように眠りを妨げられることになる。そのような可能性をガンオーテイ君は考えなかったのだろうか。確かにその通りだな。確かに。そこに書いてあるのって俺らも欲しくなってきたぞ。何ですと、老石がそんな欲しいのか。伝殿、それは考え直した方がいいだろう。伝殿、老石は貴重なものであり、そのセンスも決して一般の品ではない。そのような交換は双方にとって損失を生むことになる。伝殿が描いた絵は実に素晴らしきものだ。その題材となった講談が好きなものであればきっと誰もが喜ぶ品だろう。本当ですか。伝殿はまるで風のようなハザレ、日本の扇子を持ってきた。本当にいいの？もちろんです。私の講談を聞いたことがあるのですから、それは縁があるということ。それに私の扇子は一本だけではありません。あなた方に差し上げるのが最もふさわしいでしょう。勝利さんも遠慮なくどうぞ。手作りなのでお気に召すかは分かりませんが。伝殿の気持ち遠慮なく受け取ろう。こんなにも良きセンスだ。大切にする価値がある。あ、そうだ、オイラたちが勝利に会いに来たのってあの話がしたかったからだよな。すみません、お邪魔してしまったようですね。どうぞどうぞ。邪魔だなどとんでもない。伝殿、感謝する。勝利、お前双眼巨炎に来てたよな。みんなを救ったのってお前だろ。ありがとう。翔もお前の助けがなかったら脱出できなかったかもしれないって言ってたぜ。そのようなこと。それは興味深いな。時が経つにつれ心を開くようになったということか。おや、何かあったのか。俺の耳には届いていないが。とぼけてなどいない。先ほどのセンス実に良きものだな。俺はただの肝心に過ぎない。司法をさすらうのもごく自然なことだ。道中何かに遭遇したのならそれは縁によるもの。礼など必要ない。この広大な世へと思いを馳せるにはまだまだ各地を見て回るべきだからな。そんなことはない。俺は今やただの人だ。人は常に今を生きている。竜は空へと舞い天下を駆け巡る。心は高みにあり、まさに広大無辺。何も間違ってなどいない。東西南北至る所に喜びは満ちている。天地三界それすべてが佳境だ。今後も時間が許す限り世を渡り歩くことだろう。いや、話やったな。世界任務もいいね。なんかエピローグっぽくてね。よかったよかったねえ。通語って世界任務、なんかね、ちゃんと一応ね、なんか
あれですね、事務所と小志さんの許可はね、得てプレイさせていただいてるんで。いやー、面白かったー。ねー。